皆さんこんにちは、メイプラです。連日動画のご視聴ありがとうございます。錬金が終わって、そのうさばらしと言いますか、ここぞとばかりに動画を配信してますけども、巡回以外でもいろんな動きがある。そんな中で一つの動画に収めるっていうのはなかなかちょっと厳しいものもありますので、こういった風にね、その内容ごとで分けてます。で、この前巡回動画もそうなんですけど、それとは別にね、26日月曜日の夕方にガンプラ一番くじの動画も配信予定となっておりますので、皆さんどうぞそちらもご覧いただけると嬉しいです。で、今日はなんで動画配信あってんのって思ってる方多いと思いますけども、今日仕事から帰ってきたらこちらが届いておりました。はい、届いたものはプレ版からでございます。中身はね、なんだろうなってすごい楽しみなところありますけど、言ってもね、僕はあれだろって中身は分かってるんですが、早速こちらの段ボール開封していきたいと思います。この中のキットを予約できていた方はもうすでに手元に届いてるって方も多いんじゃないでしょうか。それでは開けていきます。僕はね、カッターで開けますけど、刃先は出しすぎないように注意してください。はい、それではスッと開けましていきますよ。オープン。こっちまだだ。いやー、どんな感じなのかな。予約の段階ではパッケージとか出ていなかったような気がするんですけど、出てたかな。ちょっとうる覚えですが、はい、それではこちら開けていきますよ。オープン。おー、これだけじゃわかんないんですよね。はい、それではいきますよ。全貌が明らかになります。こちらです。ちょっと中身出しますね。結構厚みあるのかな。うわ、でかい、でかいぞ。改めまして、本日プレ版から届いた商品がこちらです。ビルドシリーズよりマスターグレードガンダムストームブリンガーファントムファングです。お値段がちょっとお高いんですけど、7590円だったかな。で、こちらストームブリンガーっていう機体自体、僕はね、全然知らないんですけども、もうね、見た目、ディテール、めちゃめちゃかっこいいと思って、前作から購入してます。で、こちらのストームブリンガーというと、白と青のストームブリンガー。そして、こちらのマスターグレードストームブリンガーフェイタルアッシュ。で、今回が、こちらのストームブリンガーファントムファングとなっています。まだね、残念ながら先ほど見せたフェイタルアッシュは、作成してないんですけども、できればね、同時進行、同時進行はちょっともったいないな、フェイタルアッシュを作って、こちらのファントムファングの制作に取り掛かりたいなと思います。それがいつになるっていうのはね、毎回言ってますけど、もう先々の話です。ただね、プレ版ということもあって、売れ切れてしまったら、そう簡単にゲットできるようなキットではないので、これはね、できれば制作動画とかしっかり撮りたいなと思っております。その価値があるぐらい、僕はね、ディテールとかがめちゃめちゃ好きです。で、このキットのね、またかっこいいところが、こっち後ろに乗ってますけども、ジムタービュレンスだったかな、ジムヘッドに換装できるんですよね。武装とかもちょっと変わったりするんですけども、そういった感じで二つ、パターンが楽しめますよ、といったキットになっております。これがね、仕上がった時にどんな感じになるかっていうのは、僕もね、楽しみにしてます。ということで、今回はプレ版から着弾の報告動画となりました。ゲットしたのはね、こ
こちら、マスターグレードガンダムストームブリンガーファントムファング、ゲットした方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、皆さん制作楽しんでいきましょう。ということで、今回の動画は短いですがここまでとなります。今回の動画が良かった、参考になった、このキットの制作楽しみにしてるよと言っていただける方はグッドボタンと、楽しみじゃなくてもグッドボタンを押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。 Have a nice メイプラ。忘れた頃にやってくるのがプレ版の楽しさですね。